その汚さがね、やめたら俺大砲連れて行きます。日本のサッカー界恩返しできるんじゃないかな、うん、93年に J リーグ開幕するじゃないですか。まあ最高この舞台だなと、この日が待ってたんだもんね、うん、ずっと相手はマリノスです、うん、今日こそ倒してろぞ北澤和志覚えとけよ1990年、はい、横山健三さん、はい、監督率いる日本代表に初招集、はい、どう思いました？いやどう思ったら最初が家に帰ったら初音ちゃんが、はい、あなたまたなんか荒かしてんの、なんかまたバレてんの教会から電話あったよ、うん、明日10時来いって、うん、私何も言ってない、うん、何もやってないって真面目に誰も最近怪我させてないよって、はい、言って着替えて行ったんですよ。横山監督さん、中野さんと、はい、もう一人がいたんですよ。名前出てこない、はい、もう3人がいたんです。なんでここ横山監督、うん、あピンと来なかったんですよ。なんかしたのかなとか、また、でいきなり中野さんがパッと来て、はい、挨拶してあなたのプレーがいろいろね気に入らないところいっぱいあるんだ、あんたその汚さがねやめたら大砲連れて行きますよ、うん、行きますよ真面目になるよとやりますよと、びっくりしたもん。で日本代表になれるって言われた時にそれ嬉しかったんですか？嬉しかった。だって日本のサッカー界恩返しできるんじゃないかなと思って、うん、それが嬉しかった。もう鳥肌立って。もでもあれですよね、そのラモさんがちっちゃな頃っていうのはブラジル代表のユニフォームに袖を通したいっていう思いあるわけじゃないですか。ちっちゃい時から応援してるバスケだが、まずはそこで黒白のユニフォームですよね。そうそう、あそこプレイヤーして、はい、そこはやっぱ大砲かなっていう意味だったな、うん、これが今は読売クラブでプレーをして日本代表日の丸ですよ今度。いや日の丸です。そして1991年キリンカップ優勝ですよね。最高です。まあ最初はねアジアカップでね、北京のアジアカップで選ばれた時に、うん、もう最悪だったんです、うん、そこで横山監督さん、私辞めるって言ったの、うん、どうしたと、はい、愛国心何もないこの人たちは、うん、ふざけてると、これ大砲だと思わなかったの、うん、でカズもそれ感じてて、うん、横山さん、キリンカップ前来いって、うん、変わるから来いって、はっとこの頭固い人変わるのかなと思う、うん、まあせっかく声かけてくれたら行きますと、うん、行ったら横山監督様メインバーとスタイルがゴルと変わったんですよ。それであのキリンカップの優勝だ。はあ。あの90年にカズさんが読売クラブに帰ってきますよね、はい、で日本代表でこう共にプレーしてますけど、はい、カズさんとラモスさんの相性って、はい、カズのことが一番分かってるのは俺とビスマルク、どっち、他誰もカズのこと分かってないんだ。私のプレイヤーが得点よりがアシスト好きだ、うん、やっぱり人を生かせるの大好きです、うんうん、それカズのいいところ悪いこと全部知ってるから、うんうん、それ津波がもうよく知ってるから、どこでタイミングでカズがボールもらいたいのか、うん、そういうのは全部頭に入ってるんです。へえ。言ってましたもん、津波さんがラモスさんにめちゃめちゃ怒られたっつって。いやそれは怒るなもんでもね、私がね怒るっていうのは、津波最初戸塚が上がってきたんですよ、はい、でも練習試合見てると津波がめちゃくちゃ頑張ってるんです。めちゃくちゃポテンシャル持ってたんですよ、うん、だからそこが私厳しく言ったのはやっぱ大砲が入ってほしかったんですよ、うん、中村ミニラもそうだし、あの武田もそうだし、ね、もうやっぱり厳しくやっぱり、うん、ね、でも結局あの人たち全部大砲入ってくれたから、うん、私少しだけでも手伝ったんじゃないかなと、うん、そして92年に大戸監督が就任されますね、はいはい、で規律と組織を結構こう重視する指導法でしたね、はいはい、これ一時期代表からこう外されるみたい なんか外されそうだったね。それなんかその危機みたいなのあった、どうやってなんか乗り越えたというか分かり合えるようになったんですか。あの言ってることが 100% 間違えてないです、うん、日本代表が1人2人の選手のためじゃない、うん、あこれが俺だとカズ のことだなと思って、うん、カチンと来たん、はい、あんた誰やねん、なかなか噛み合わなくて、うん、で一回柱谷かな、あなた言ってることだよ分かるよって、うん、でも今オフとも考えてることがちょっと一回やってみようよと、うん、やってみてダメだったら私も一緒に辞めるから、うん、じゃあそうしようかな、うん、いや確かにオフ のためでもちょっとやってみようかな、うん、パッ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 どんどんオフトンという人間性が分かってきて、うん、
面白いおじさんかなと思って、うんうんうん、兄貴分ならばパッでハマったんですよね、うん、なんかの合宿でハマったのかな、うん、うまくいったのかな。大人さんどんな人ですか。まあ、最高ですよ。私ここまで伸びたのは最後は彼のおかげで。はあ、まあ本当やっぱりあのストレートで言ってくれるし、あの人を裏切らないし、やっぱオープンですよね、うん、言いたいこと言えるし、はい、話したければ来いよって、うん、まあ、兄貴分だねやっぱりすごい、うんうん、あのダイナスティーカップそして AFC アジアカップで優勝してもうオフトジャパンぐっと伸びた時期じゃないですか。その中でも、はい、もう司令塔としてもう大活躍、はい、これ当時どのような思いで日の丸を背負ってました。これ以上名誉なことないって国背負って戦ってるだろ、うん、まあ、俺はそういう国がね愛国心あって生まれてきたからさ、今もまあ流れてる血がブラジル人だけど、でも魂が日本人だよ、うん、人間として大きくしてくれた家族を守ってくれたらやっぱり日本だし、うん、どんどん結果出てくるじゃん。あのダイナシティカップとかさ、はい、誰も信用してなかった、はい、韓国決勝戦韓国に勝って、そうですね、やっとあなたたちも上向いて歩けるなと。やっぱり日本人はうまい上手だし粘りが強いナンバーワンだよ、もうちょっと上向いて歩こうって。うん、あの93年に J リーグ開幕するじゃないですか、うん、この試合のことを覚えてます。覚えてます。全て全て。バスの中にホテルから出ると大体監督松木いたこととどういうことをすればいい、うん、ずっと頭の中に描いてくるんです、うん、でロッカー入ると自分のところに座って、はい、あの神様置いといてそこから、はい、もうずっとそこからできるだけ動かないようにしてます。でウォーミングアップが行くんです、はい、ウォーミングアップが行って帰ってきて最後の松木の指示で聞いてちょっと祈りして行く。もうピッチ入った時に、うん、俺も鳥肌たまらなくてまさか前になってると思わなかったんですよ。まあ3万人ぐらい来てるかなと思ったぐらい、うん、まあ最高の舞台だなと思って。うーん、相手はマリーズです、うん、今日こそ倒してやろうぞよし北澤和志覚えとけよ試合は2対1で敗れましたね。あの時最後和志のところ行ってミデトで狩りをわしは幸せで、うん、このピッチだけ今日立ってただけ立ってるだけで幸せだよと言ってくれたんです、うんうん、背中にこうやってさ、うん、なるほどなと、うん、やっぱり私たちずっと日本リーグで、うん、この日が待ってたんだもんね、うん、ずっとな15年以下待ってたの、はい、やっぱそこがずっとそのためにずっと日産とマリンの日本のサッカー引っ張ってくれてあの舞台でピッチ立てて本当に幸せだったなと、うん、逆に悔しかったわけやっぱり悔しいんだけどでもその和志の一言で楽になったな、うん、でこれからやっぱり優勝するじゃないね、うん、開幕どうでもいいよ優勝だよ、うんうん、そこから演じかけたな逆に。そして J リーグ年間王者初代王者ですよ。そうこれはもう開幕戦のもう借りも返すもう返しましたでしょ。返してこれ最高ですね。いや最高だですね。で私たちがよ、まあ、今言えますけどね読売クラブが最後の日本リーグ2年優勝してるんです、はい、で今度が日本リーグ読売で終わって、はい、J リーグで日本で始まらないあかんぞとかみんなヘッドでカラオケ持ってマイク持って喋ってたもう2年連続リーグ優勝じゃないですか。この時期を振り返るともうベルディ最強なんじゃないですか。最高だったんですよ。あの当時のメンバーってビスマルクはあのまだ来る前ですか。あのフラビオコーチが相談してフラビオ、はい、フラビオもバスコダガマでコーチやって、はいはい、いやあいつ電話してみようかなちょっと電話して来るかとか来たがってる、森下さんとるでビスマック連れてきたさ。あの人がここうまくなかったら私の給料返すからさ、絶対うまくいくんだ、うん、だってどういう選手どういうプロフェッショナルは分かってるからさ、うん、それビスマックが来たんです。それで来たんですかビスマルクって、はい、ラモスさんとフラビオコーチが連れてきたもん間違いない 100% へ結局ワールドカップが候補メンバーだったんですよ。あの94年94年のそう日本に来たから選ばれなかったマジの話。それだけでブラジル代表行かなかったですね。もうレオナルド、ジョルジーニョ、ロマーリオ、ベベとずっとみんなリオ仲いいんです。
うわすごい、あそのメンバーの中にいたんです、ね、メンバーの中でいたんです。もしかしたら日本代表が行ってたらブラジルと試合してたかも。いやー、ね、勝ちたかったよ。やっぱその日本初のワールドカップ出場をかけた94年ワールドカップの最終予選ですよ、はいはい、いろんなところでもう話されていると思いますけど、はい、もう最終予選のもう最後イラクとのロスタイム、はい、試合始まった時に目の色変わってるぞ、うん、雰囲気全然違ったんですよ。ターサーを出せとか言ってるんですよ、うん、俺たちもう疲れてきたの、うん、あのショートコートにあって、はい、蹴った瞬間に多分みんながあれフェア吹かないのかフェア吹かないのかって。でもレフリーもここで終わってはフィニッシュで、いやあとワンプレーヤー、いやワンプレーヤーじゃないんです、ここで、うん、まあこれがやっぱり日本のサッカーのスタートじゃないかな、日本だ、うん。鈴木啓太チャンネルをご覧の皆様、動画がいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。